はい、皆さんこんにちは、猫文太です。前回の、アボカドね、まあその辺のスーパーで売られているメキシコ産の、どなたの、食卓にでも上がります、そのアボカド、いただいてからの、種をね、水耕栽培、前回、4月にアップしたものからね、今経過を見ますと、まあ実際3ヶ月ちょっとですね。3月26から7月2日、4、5、6ですね。3ヶ月と数日経っております。それでね、このこちら。まあ、種はね、食べたやつは、まあ、こっちが大きいとしたならば、こっちはちょっと小さいんですよね。に対して、3ヶ月、なるかな、経つ、実際2ヶ月、3ヶ月前ぐらいに、発根いたしました。発根ね、こちらの方が発根。こちらはまだなんですよ。発根する前に、まだ芽が出てない前は、この上がね、ちょうど見えますかね。ちょうどこう、種に、上部の方これ、割れが発生してね。こちら、まだ、発根してないものも、上に割れが生じているので、中の方で、芽の卵みたいな、が、できてきたかなと思ってたんですけれどもね。まだこちらの方は、芽じゃない。根っこの方は、発根しておりません。こちらは、3ヶ月行く手前から発根して、今7月2日、こういう状態。こういう状態です。で、水はね、数日おきに一回は交換しています。交換ね。こちらは、どうなんでしょうね。まあ、これも期待しておりますけれどね、こちらの方はね、もう成功してると思います。まあ、これとついでにね、トマト栽培、ミニトマトの栽培ですね。そちらの方もやっておりますけれどもね。枝をね、余分な枝から取ったトマトの芽をね、このまま、捨てるのはもったいないということで、コップの方用意して、水にこう挿してあげとったならばね、1週間もせんうちに根っこがわーんとね出たということです。はい、もうホームステイは、今度は自営ということでね、東京都の小池知事の言葉を借りるなら自営ですね。はい、まあその中で栽培を楽しみたいと思います。それでは猫文太でした。